練習場は研究室です。懐かしいよね、こう2階ここで始まったんですよね。やっぱりこうなんか懐かしくて、暑いからさ、やっぱりこうちょっと周りになんかこう壁とかない方が気持ちよくないですか。でもマスクしますよね、マスクね。でね、いいもん見つけました。この暑い中でマスクしてると本当苦しいじゃないですか。これ知ってます？こういう風に当てるね、なんかこういう器具があるわけ。これをしながら、まあ、こうやってセットして、この上からマスクするわけ。そうするとむっちゃ楽、すっごい楽。鼻も高くなった感じするし、ね、暑いのはあんまり変わらないけど、ちょっとこのへばりつく感じが全くなくて、ちょっと空間ができるから楽ですね。はい。ですからぜひどうでしょう、皆さん、このなんかカッパの唇みたいな、これぜひやってください。はい、ということで今日は全米プロから学ぶ、行ってみよう。さあ、今全米プロやってますけど、見てますか？もうあれだけの素晴らしい選手たちがもうね、テレビで見られるなんてもう最高っすよね。まあやっぱ PGA すごい。で、そこからちょっと学んだんですが、はい、いいものは学びましょう。例えばこういうふうに立ちまして、テイクバックします。そして降りてくるとき、まあ、ダウンスイング入ってインパクトですよね。そのときに、左の骨盤を、左の骨盤をかかとの真上ぐらい、左かかとの真上ぐらいに持っていこうと、まあ、これだけ考えてスイングしたらどうかなっていうふうに思ったんですね。っていうのはやっぱりトップの選手たちのその再現力の再現性の高さ、手先でやってたら絶対そんなこといかないわけですよね。そんなことしてたら絶対もう嵐に揉まれたらもう小舟みたいになっちゃうから、そうじゃなくてやっぱりしっかりと堂々と行きたいところに荒波揉まれてガーッと進むためにはやっぱり骨盤ですよね。で、注目して見ているとやっぱりいい選手たちっていうのはここから左の骨盤が左のかかとの上に乗るぐらいで、まあ、乗るぐらい乗せてピタッ、そういう動きさえできればあとはヘッドが走るというふうにやってるはずです。そうするとなんかこうヘッドが勝手に気持ちよく、だからやっぱりこっちですよね、骨盤の使い方。そしてもう一つは、余裕が出てきたらその左の骨盤をかかとの上に乗せながら右の膝をできればキープだね、インパクトの時。だから左の骨盤と右の膝でちょっとキュッキュッと、まあ、この辺りの筋肉はちょっとこうピッて伸ばされる感じかな。ヨガのゆか先生が、この辺りの筋肉のことを細かく指導してくれておりますけれども、いろんな筋肉が入り混じってるからもっと今度はっきりとね言いたい、言える時が来ると思うけども、これすんごい気持ちいい。やっぱりな、中心を考えて中心からどういうふうに動かそうか、とにかくさっきから言ってるように左の骨盤を左のかかとの上に、すごい狭いよね、すっごい地味な動きだよね、すっごい地味な動きが大きな力を生んでるということがまたはっきりするよね。すごくそう思います。はい、皆さん左の骨盤を左のかかとの上に乗せる、それだけです。だからあんまり後ろに持っていこう持っていこうと、まあ、バランス崩すだけだと思いますね、それはね。あんまり派手に後ろに持っていこうとすればするほどやっぱりバランスを崩して、バランス崩しながら打とうとするとまた変な動きになるから、とにかく
左の骨盤を左のかかとの上、それだけ、それだけ。気持ちいい、やたら気持ちいいぜ。お、ちなみにシャフトはエンジェルでございます。 90g いいよこれ、うん、エンジェル、お試しあれ。まあだからそういう動かし方をするということはそんなにプレッシャーかかんないでしょ、ね、あんまりガーッと大きい動きをしようとしなくても、なんかシャープな感じでできんじゃないのかな。うわめっちゃ気持ちいい、どうしよう、早く芝生の上で打ちたい。はい、まあ、明日も朝、明後日も朝全米プロ見ます。皆さんと一緒に見ましょう。そしてみんなで腰の動きを、骨盤の動きを見てみましょう。ぜひ何か、私が今言ってたことと、あ、これかみたいなことを同じような目でね見れるような、そんな発見をしてくれたら嬉しいと思います。はい、それではさよなら。